ちなみにそのお姉さんに聞きたいんだけどさ、なんですよ、そういう女性っていうのはその太ってる男が好きな、マシュマロが好きな、マシュマロボディが好きな男、マシュマロ系男子マシュマロ系男子を求めてる女性ももちろんいらっしゃいます。あ、いるんだ。もう これはもう結構の相場としてありますから。あ、そうなの。大体そういう女性は優しい男性を求めてらっしゃるということが多く、そういう、結構優しいよ。優しい、優しい。職場でさ、後輩の女の子にお菓子買ってあげてる、それは優しいですね。小宮様、たかられているんではないでしょうか。大丈夫小宮様、それは大丈夫でございますか。いや、なんかここからさ、なんかあの人優しいなってなって、こう美談として広まっててさ、あの人望んでいらっしゃる、ね、なるほど、望んでる、なるほどなるほど。小宮さんあんまり多分広がってなっしゃらないですよね、それは。わあ笑っちまったよお前、増しすぎて。え、そうですよね。それあの多分小宮さんは、ズボン長いの測るとはどういうこといつも私思ってたんですけれども、小宮様のプロフィール写真見させていただくと、あのお膝のところまでのパンツを履かれているので、それを長ズボンに変えていただくのはいかがでしょうか。俺この後人前での恥ずいんだけど、どうしたらいいの。はい、ということで、はい、どうしたらいいの。はい、お二人ここで早速リュックを開けてください。リュック、マソビーない。リュック、また違うとこ開けしたよ。私もティッシュのところ開けてた。後ろに入ってるってことですよね。毎回忘れちゃうんだよ。すごい機能性が高いから間違える。そうなんだよ。え、嘘でしょ。電話電話こんな入れ方すんの。落ちちゃってる。雑だよ。待ってか、なんかさ、このなんかこの形久しぶりに見た。平成やー、平成、マジ行ったことあるか。そんなびっくりした。でもさ、最近固定電話ってさ、まあそっか、会社とかならあるけど、はい、あんま家になかったりする家も多いね。いや、そうですよ。私だって一人暮らしで導入したことないです。マジで。実家にはあったけど。え、だってファックスとかさ。ファックスは無理ですって。あの、そうかわしが昭和だから、昭和昭和だからだ。そういう意味では本当便利な世の中になったよね。いや、メールだけでやり取りできるってめっちゃ便利。便利だよね。そうだって、こんな持ち歩けないですね。そしてそうだね。でも昔こういうの持ち歩いてたわけでしょ。しもしもじゃん、もうだって。しも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 、うん、しも、どっちでもいいよもう。わけわからんから。わけわからんよ。で、これ何？これ何使うの？これを使ってどうすんの？あ、はい、ということでございまして、はい、今回やる企画はこちらでございます。題して、はい、お客様を納得させろクレーム対応チャレンジ。今から我々がクレーム対応のオペレーターに扮して、お客様からのクレームに電話対応します。はいはい。お客さん役は、小宮 D にやってもらいたいと思います。はい、小宮くんのクレームにも冷静に対応して納得させることができるかという、ゲームでございます。なるほど。はい。ではまず私から。あ、島田さんから。はい。挑戦していきたいと思います。はい。これ何？ここ使えばいいの？はい。ごめん、匿名でなんかさ。あ、ここでやってるの？あの。なんか番組に来てさ、お悩み相談してる、なんかこう妻が不倫してるんですみたいな。なんか怪しい雰囲気ありますね。なんかそういうあれだよね。なんか匿名の電話みたいな相談。今日は何、何してきたみたいな。何が始まるって言うんだね。ここでクレーム対応するのね。そうみたいです。あ、そうですか。では行ってみましょうか。はい、それでは下野さんが挑戦クレーム対応チャレンジ、用意スタート。あー、昨日めっちゃ処理したな。やっぱ普段から自分がクレーム言ってるからこそ、やっぱこういうクレームに対応できるんだろうな。
いやこれからもいっぱいクレームを言って、そしてクレームを処理していこう。よし頑張れ俺。あ電話だ。あはいもしもし。あもしもし。あもしもし。はい、お宅で売ってるさ、はい、100% ダイエットに効く超ハイパーエアロバイクを使ってんだけど、はい、もう全然痩せないじゃん。これどうしてくれんのよ。あーそれうちじゃないですね、失礼します。えちょっと待ってよ。もしもし、もしもし、もう一回かけよう。くそこの手使えなかったか。はいもしもし。安心と信頼をお約束がもと、YOASOBI 庄司担当の下野です。今日どうされました？お前さっき電話切ったろ。電話を切った？いや多分それ私じゃないですね。どうされました？あいやだから、はい、お宅で売ってる 100% ダイエットに効く超ハイパーエアロバイクを使ってんだけど、はい、もう全然痩せないのよ。あこれもうどうしてくれんの？ちなみにですけれども、そちらいつ頃購入されました？これ大体なもうな1年ぐらい前に買って。なるほど。そっからずっと使い続けてるよ。ずっと、うん、1日どれくらいお使いになられてますか？まあ、1日5分1日5分。うん、あの説明書等々読まれておりますか？あんなもん読まなくたってわかるだろ、なんとなく。あのですね、うん、こちらの商品なんですけれども、最低1日2時間は漕いでいただかないと効果が出ないんですよ。はい、あの科学的にも検証されておりまして、はい、あのまず最初にね、あの少しずつこう体を燃やさなきゃいけないんです、うん、あの体を燃やすためにまずはね1時間漕がないと体からね、あのなんていうのかな、その燃焼効果というか、そういうものがね発生してこないんですよ、うん、でそこからさらに1時間漕ぐことによって、どん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 ね、あの体重というか脂肪というか、そういったものが減少されていくということなんですね。なので1日5分ですと、まあちょっとねなかなか効果は出ないんじゃないかなと思うんですよ。あごめん途中から聞いてなかった。途中から聞いてなかった、うん、あもう一回説明しますね。1時間とりあえず何ですか？ちょ再放送は厳いぞお前。再放送？再放送は厳い。再放送ではなく、あのお客様にね、あの具体的なのこうちょっと説明をしたいなと思いまして。大丈夫ですか？ああ、あまず2時間本当に声でいただかないと、あの効果出ないんですよ。なので、はい、2時間。ちょっと長くない？あちなみにあのどういう風なあの、うん、漕ぎ方というか、あの、うん、速度で漕がれてます？だからゆっくり疲れない程度に。疲れない程度に。それでも疲れちゃう時あるから、はい、そのアイスとか食いながらやってるよ。なるほど。説明書読まれてないんですよね。おー、はーい、こっち。はい、ここです。で奥のベッドルーム。ちょっと待って。ホテルですか？すごい。うわ急になんかなんだろう、ちょっとやらしいんですけど。いや本当ですね、まあ、ビジネスよりかはちょっとちゃんとしてますよ。ってお花とかあるし。そうだね。うわすごいな。これよくできてる。この辺も作ってるんですかね。そうだね、うん、だってこんなひらがなでね、歯ブラシとか、カミソリとか書いたの見たことない、うん、すごい、全然雰囲気が違いますね。ね、こんなに違うもんか。すごいなぁ、よくできてるな。なるほどね、窓はね、こういう感じにね。あえ、ここで何するんですかね。そうだね、ここで何するの、だから、はい、こちらの曇りガラスご覧ください。はい、え持ってますけど。YouTube で見られるのはここまで。本編を全部見たい方はこのボタンをタップ。アベマプレミアムなら私たち、僕たちの限定トークも、声優と YOASOBI 全シリーズも、全部見ることができます。ということで、みんなも一緒に YOASOBI しようぜ。